やあみんな、元気にエクストリームバーサスやってるかい？ゲームしか取り柄がない永田のおじさんだよ。さて今日はですね、このゲームエクストリームバーサスシリーズにおける回避テクニックをレクチャーしていこうと思う。急になんでこのような動画を作ることになったのか、ツイッター見てくれてる方は多少はわかるかもしれないけども、少し前に出したバンシーのルン動画ですね。まあこのサムネにある通り、ステップ BD というテクニックについて解説するぜみたいな内容ではあったんですが、まあスパッと言ってしまえば解説動画としてはなかなかドブな内容になってしまいまして、コメントの方にも分かりにくい、いつもの実況とやってることが同じ、ちょっと何言ってるか分からないです、くたばれなどなど、いやさすがにくたばれは言われてはいないけども、まあそんな感じのねコメントをいただきまして、いやでもね、そういう風にねしっかり正直にねコメントくれる人本当にありがたいですね。そんなに変に甘やかすこともなく、しっかり言うところは言うと。実際ね、俺が後から動画見ても、いやどこでステビディしたか言えよハゲぐらいの感想は持ったので、ゆえにね、詫び動画ではないけどもステビディの再解説のみならず、他のね多種多様な回避テクも一緒に紹介することによって、自分はこの動画でノルン動画の汚名は注ぐ覚悟であります。はい、以上が前置きだね。物事を始めるには何事にも前置きというものが存在しましてね、それをベラベラ喋るのが俺の趣味だということで、校長先生がね長話する理由も分かった気がします。あとね、時期的にね、年さんが上げた解説動画とね被るところは多々あると思うけども、よそはよそ、うちはうち、ちゃんとね本人ともお話は交わしてありますので、そこら辺は大丈夫です。ではそろそろいい加減で本編の方やっていきましょうか。よし、じゃあ気合い入れて解説していきましょうか。まずね、回避とは何か、かっこ哲学。移動することですね。逃げ回りゃ死にはしない。そんなわけだから、いきなりねステビーディーがどうたらこうたらやってもよくないので、まず最初は基礎の基礎、完成ジャンプからレクチャーしていきましょう。ほーら出た、バーサスシリーズ解説系の動画の常連ですね。まあここはサクッとやってくぜ。それでは VTR を見てみましょう。ちゃんとこういうの用意したんですよ。実に言うのを褒めていただきたい。やり方はブーストダッシュ中にジャンプボタンをポチッと1回入力。そうすれば最初にブーストダッシュした感性を引き継いで、ふわっとより遠くに移動することができるテクニックですね。それプラス感性で移動している部分はブーストゲージを使わないので、ブーストの節約にもなるわけだ。このゲームにおいてね、1回のジャンプでどれだけ長く飛べるかってところもアドバンテージの一つになってくるので、非常に重要なテクニック。じゃあ完成ジャンプで普通にブーストダッシュし続けるよりもどれくらいブーストを削減節約できているのか、動画で見てみましょうか。うん、一目瞭然。こんだけね燃費がいいわけだから、そりゃこのゲームの基本テクニックと言われるわけですね。このテクニックの欠点の一つとして、高度がね上がってしまうと、このゲームね時として高度を上げたくない場面というものは出てくる。じゃあどうするか。大丈夫、この完成ジャンプには実は2種類ありまして、まあ今先ほど見せたのがブーストボタンを押す時にレバーをニュートラルにした状態ですね。あのピョンって上に上がるやつで、そのピョンって上に上がるのをしたくなければ、レバーをねその進行方向に倒しながらジャンプボタンを1回押すんだ。そうすればなんか踏ん詰まりみたいなピョンっていうジャンプになるから、ごめんな語彙力低くて。まあまあまあ、もう一回ね、じゃあ動画2つ比較して見てみましょうか。と言ってもね、まあ少し分かりにくいと言ってしまえば分かりにくいんだけども、まあ、進行方向にレバーを倒してる左側の画面の方だと少し足で踏ん張ってるような感覚、まあ、これはね実際やってみないと少し分かりづらいかな。俺はねこのレバーを倒す方の完成ジャンプの挙動が好きで、ゲームの方でもかなり多用してますね。完成ジャンプをねしっかり使えるようになれば、まあ、中距離遺影のビームライフル等のそこまで誘導が強くない武装はこれだけで買わせちゃいますからね、しっかりマスターしておきたいところです。お次は旋回ですね。正直完成ジャンプとどっちを先に紹介するかと迷ったが2番手ということで、これはもはややり方とかないような気がするが、普通にねブーストダッシュしながらレバーをグリングリンやって自分の好きなところ行きたいところに行けばいいんですよ。この行動自体でそんなに弾を避けられるわけではないけども、全く高度を上げないで避けたい時、先ほど言った完成ジャンプのあの少量のね上昇すらしたくない時に使ってますね。まあ必然的に飛んでくる弾は弱い時にしか使わないんですけども、
まあこのテクニックはあんまり最初のうちは意識しなくてもいいかもしれないですね。とりあえず今までの動画を適当に漁ってみて、なんかそれらしい回避の仕方をしているところをピックアップしてきました。言うのさてさて、お次はステップ。このゲームのステップはね、めちゃくちゃ重要、そして夢がある。ぜひマスターしていただきたい。やり方は皆さんご存知、レバーを同じ方向に素早く2回タタッと倒すと、その倒した方向にサッと移動するわけですね。このゲームだとね、主にこのステップで敵の攻撃を避けるわけなんですけども、決してね、その素早い動きで避けてるのではなく、ステップをした瞬間に発生する誘導斬り効果というもので、主に敵の弾を避けてるわけですね。まあこの誘導斬り効果、みんなね分かってると思うけどもね、このゲームを生き抜くためにはこの効果をどれだけ理解しているかによって決まると言っても過言ではないですが、初心者の方はね、知らないって人はもちろんいるかもしれませんが、意外とね、中級者の方々でもこの誘導斬りの効果をね、ふんわりとしか理解してない人っているんですよ。私がそうでした。まあ、その時のね、身内にいろいろレクチャーしてもらって、ちゃんと理解したらね、勝率上がったんですよ。まあ、その時ね、ガンダム VS ガンダムネクストだから、しっかりしたねモバイルサイトなんかないから、勝率もわからないからね、あれなんですけども、まあまあまあ、一緒に誘導斬り効果についておさらいしようじゃありませんか。さて、上のさっきから流してる動画の方を見ていただきたいんですが、ザクアメイジングのミサイル、そしてハイニューガンダムの照射ビーム、どちらともね、普通のブーストダッシュじゃ避けられていません。なぜ避けられないのか、それは前者だとミサイルの弾が強烈な誘導を持っているから、そして後者は強烈な重厚補正がこちらを追従してるから。しかしそれはステップをはじめ誘導斬り効果がある行動を行うと、その時点で自分に向けられてる誘導やら追従やらが全てそれをやめるんですよね。もちろん格闘攻撃も例に漏れず。だからね、俺的にはステップというか誘導斬りってのは、攻撃を避けるという行動ではなくて、敵の攻撃を無力化するものってイメージして今までゲームやってきたんですよね。だから再度上の動画を見てほしいんだけども、ステップすればミサイルの誘導はやめるし、ハイパーメガバズーカランチャーの銃口の追従もやめる。今作だとね、歴代のバーサスシリーズの中でも、まあ、弾の強さというか武装の強さが段違いなので、まあ、しっかりね、この誘導斬りというやつをね、こまめにやっておかないと、まあ、敵の弾に合わせてしっかりね、口述するステ BD 等を使って立ち回るってのが重要になってきますね。そんなわけで、あとはこのステップを使った応用した組み合わせたテクニックを紹介していきます。次の項目はフワステ。世の中にはステキャンってね、呼んでる方もおられるので、一応フワステオアステキャンと表記させていただいたんですけども、まあ、俺はフワステって呼んでるから、まあ、これからはそれで行かせていただきますと。ここの項目は割とさらっと流せそうですね。これはステップの挙動をジャンプでキャンセルするテクニックですね。いやでもそう考えると、ステップをジャンプでキャンセルだから、ステキャンの方が表記的に正しかったりするのか。まあいいや。俺が考えるこのテクニックのいいところ2つありまして、まず1つは、まあ、そのすごい小さい動きで誘導を切りながら動けることですかね。口述する、いつも口述されてんな、ステ BD よりも小さな動きで。でもう1つは姿勢を変えずに、例えば機体を正面に向けたまま後ろステップジャンプで、まあ、後方にね誘導を切りながら動けるわけですよ。だから格闘機とか来た時に、まあ、メイン射撃を打ちながら振り向き打ちにならないで、かつ誘導を切れて迎撃できると。といってもね、昨今格闘で突っ込んでくる機体結構ヤバキャラが多いので、フワステみたいな小さな動きだと食われる可能性が高いんですよね。だから俺このテクニックね、あんまり信用してなくて、もう格闘で来られたならおとなしく逃げるみたいな感じになっちゃってますかね。ともあれね、知識として蓄えておくことは大事なので、動画でやった通りね、最初は少しだけね、あの入力が遅くて下手くそでもいいんですけども、まあ、将来的にはささっとコマンドできるようにしておいてほしいですね。ついにやっとここまで来た。私は3年待ったのだ。よし、ちょっと頑張って解説しよう。ノレンの動画の時も言ったけど、あえてもう一度言おう。このテクニックは必須であると。
これをしっかり使えるか使えないかでね、被弾率とかもね全然違ってくると思うから。やり方はね、動画で映ってる通り、ステップを普通にブーストダッシュでキャンセルしてるだけですね。その入力を練習して高速化させて、最終的にはもうステップの動きが見えないくらいになったらもう上出来。動画の方だと最初はね入力を遅めにだんだん速くしたりやってるので、そういうところも見ていただければ。このテクニックのいいところはね、なんといってもブーストダッシュの速度を落とすことなく、一瞬で誘導を切りつつ次の行動に移せるところですよね。しっかり高速化させれば動きも最小だし、下手に高度が上がらないのも素晴らしい。これを使って弾幕をかいくぐって敵の懐に攻めてもよし、次に説明するオリテクとの併用で回避行動にも使ってよしな、非常に頼れるテクニックでございます。しかしね、いいところもあれば悪いところもあるというのが世の中の常なわけで、このテクニックのね良くないところが、ブーストダッシュの初動とステップの初動というそれなりにブーストを使う技を2連続でタタッとやってしまっているわけだから、結果ブーストゲージをバカ食いするテクニックになってしまっているわけですね。上の動画を見てそのねブーストダッシュブーストゲージのねところに注目していただきたいんですけども、挙動が高速化していくところの方が分かりやすいかな。ブーストゲージがガクッガクッと減っていくのが分かると思うんですけども、まあ、故に脳死で使う技ではなく、相手の球を見極めたり、まあ、これじゃないと避けられない場面だったりとかを自分でしっかり判断して使うのが大事なわけですね。その判断力はぜひ戦場の方で培っていただきたいんですけども、じゃあまあ軽く排入ガンダムと打ち合ってきたので、ステビディどういうところで使っているのか、今までの動画と同じようにSE がついて分かりやすく、さらにステビーディカウンターとしてシャーセンをゲルググを置いておくので、そこら辺も目印にしてみてはいかがでしょうか。さていかがだったでしょうか。前回よりもね SE もシャー専用ゲルググ君も手伝ってくれて、かなり分かりやすくなったと思うんですけども、まあ、俺もねこのいつステビー D やってるか、何回も何回も巻き戻して SE をつける作業とかやってたから、まあ、かなりね分かりにくいと思うんですけども、まあ、実践レベルだとあれくらいの速さは求められるわけで、これはもう CPU とかねトレモを擦るしかありませんよ。あと後半の動画の方にはステビー D のみならず、今までレクチャーしてきたフワステとか完成ジャンプとか、あとはね最終的にオリテクでケアするって場面も詰め込んでみたので、まあ、そこら辺ももう一回巻き戻してみるといいかもしれません。じゃあ恒例の今までの動画の抜粋シーンですが、ここは少し尺を長めに撮らせていただきますね。主役なので今回の。それではね、今回の動画のラストの項目、オリテクですね。まあオリテクといってもね、星の数ほどこのゲームはあるので、まあ、その中でも代表的なアシストメインキャンセル、通称アメキャンについて語ってこの動画を締めくくろうかと思います。このオリテク、まあ、落下テクとかも言ったりしますが、このオリテクがね、できる機体とできない機体だと、やはりね、かなりの戦力差が開いてくることとかあるわけですよ。それはなぜか。このねもう武装とかいろいろとインフレしてるゲームであっても、やはり根幹はね相手よりも後に飛んで、さらに相手より先に着地してブースト回復させつつ、その後相手の着地を取る、そんなゲームなんですよこれ。まあ今時ね、そのあんまり着地を取らないで空中ですごい武装で取ったりする機体とかもありますけども、まあ根幹はそんな感じなんだよ。だからね、そんなゲームで自分のね好きなタイミングにパッと降りられる武装を持ってる機体ってのはそれだけで強いんだよ。まあこんな小難しい、もはや言語化できてるか怪しい前置きは置いといて、そんなわけでのアメキャンですね。これをやるのにね大事なことが2つあって、まず最初は必ずステップも込みでやること。だからこのゼータガンダムだったらステップアシストメインで降りろってことですね。もちろん動作は高速化すれば高速化するほど望ましい。
で、もう一つは可能ならばできるだけ低空でやること。この2つを守ったらステップで誘導を切りつつ落下できて、低空でやればやるほど早めに着地ができて即次の行動に移れるという利点があるんですね。もちろんね、時として上空で降りテクを使わないと弾が避けられないという場面も出てくるので、まあ、そこら辺は各々判断していただきたい。そしてさらに追加で入れておきたい知識がありまして、落下前の武装を使った時に機体が振り向くか否か、これもね、振り向くか振り向かないかでね、機体の強さもまた変わってくるんですよね。これは動画を見てもらった方が早いね。左のゼータガンダムはアシストを呼び出す時、機体の向きは振り向かない。だからそのままメイン射撃でキャンセルしても振り向き打ちになって結果的に落下にならない。一方右のユニコーンガンダムはアシストを出した時、機体が強制的に前を向くんですよね。だから時期が振り向いてようがなんだろうが、機体の向きに依存することなく落下が行えるわけですね。そんなわけで振り向く武装から落下できる機体の方がね、便利で強いわけだ。この振り向く振り向かない武装ってのは機体によってね、かなりまちまちだから、まあそこら辺は自分で調べてみてください。で、振り向かない武装を持ってる機体で、機体の向きは後ろを向いてるんだけども、なんとかアメキャンをしたい、落下したいという時は、自分で機体の姿勢を変えるか、もしくは使うと必ず前を向いて、かつステップできる武装から落下するってのが手ですね。以上が永田が選ぶ VS シリーズにおける回避テク6選でした。いかがだったでしょうか。でも覚えただけじゃダメ。しっかりね、これら全てを無意識で行えるように、かつ最速でしっかりコマンドできるようがっつり CPU やトレモで練習しておきたいですね。さらに実戦では今までレクチャーしたテクニックを場面場面によって、そして相手の攻撃の性能に合わせてアレンジしていく、足したり抜いたりしてね。もうこればかりは経験がものを言うので、まあ、本当に個人個人ね、視聴者の皆さん一人一人戦いの中で自分の回避テクを見つけていってほしいですね。ああ、もちろんね、俺の他の動画を見てどういう場面でどういう回避テクを使ってるのか、そうやって勉強するのもありだ。何はともあれね、まあ俺は本当に所詮ヒントを出すまでしかできないわけだから、あとは自分で強くなってってほしい。まあそうやってね、自分で何とかしていかないと強くなんないからね。そんな私の持論でした。そんなわけでこの動画終わり。おお、ちゃんと完成までこぎつけた、偉いぞ俺。もしかしたらね、いやもしかしなくてもだけども、日本語がね怪しい部分とかあったりすると思うけども、多めに見て多少は自分で補完していただけると嬉しい。それではここまで長い間ご清聴いただきありがとうございました。次回の永田にもご期待ください。